はい、みなさんこんにちは。ゆかチャンネルのゆかとすんちゃんです。ゆかすん夫婦です。はい、今日は何をしていくかっていうと、はい、以前にも動画でちょっとご紹介したことがある韓国情報サイト、韓国情報サイト、なおノリッターっていうサイトがあるんですけど、ノリッターサイトは概要欄に書いておきます。はい、はい、でそこのノリッターさんで、はい、一つの企画をしていて、日韓夫婦とか日韓カップルの人にノリターを見てる人たちが、はい、日韓夫婦だったりとか日韓カップルとか、あと韓国人 の、 その男性に対する質問っていうのをノリターで集めて、そうなんだ。で私たちにその質問を、してくれるんだ。その質問をいただいたので、はい、結構面白そうじゃないですか。うちらもさ、あの日韓夫婦だし、このチャンネルのビューアーさんの質問じゃないけど、でも多分かぶってる質問とかもあると思うから、まあ、どういう質問かわかんないけど、一応まあね、一回見てみますか。はい、なんかあのその質問のレベルは高いんですか？どう、私もまだ見てないです。なんか韓国人は大きいのとか18禁ではないとはもうわかんない。それでは行きますか。日韓カップルと夫婦に聞きたいこと from ノリタ。From Norita。 まずは日韓夫婦専用の質問があります。はい、1つ目。じゃじゃん。結婚すると、態度が変わるって本当ですか？何の態度何の態度？これは多分、その韓国人男性に対する質問だと思うのね。はい、だから多分この質問してくれた子はどこかでその韓国人の男性が結婚するとなんか程度が変わるって多分どこで聞いた子なんだろうね、きっと。いや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 、女子のは変わるのがもっとすごいじゃん。いや、まあ変わる、はい、韓国だけじゃなくてどこの国でも男性の方言われやすいと思うけど、はい、私結婚してみて思うのは全然ないよ、本当に。なんか態度が変わるとかよくわかんない。理科が変わったんです。いや変わりませんよ。いやいや、多分人によって違うけど、そんな変わりません。はい、次、お子さんができたらどんな名前にしたいですか？お母さん、お子さん、お子さん男だったら私はイーディカフリオとか、やばい、なんかイースミスとか、いや名字やし、イーウィル例えばあのイーブレッドすごい美味しいパンになる。ブレッド美味しいパンになる。なんだろう、パンが決まるな。希望としては日本と韓国どっちでもこう自然な名前がいいなって思う。次、次は結婚するにあたって文化の違いはやっぱり勉強しましたか？したと思うよ。慣れたも慣れたも慣れたも。なんで慣れたも慣れたも。勉強したっていうか、もう一緒にいながらやっぱり文化の違いとかってぶつかるじゃん。はい、だからそれでその都度、あ、これは違うんだねってお互いに知っていくっていう感じだよね。そうそう、それはまあ2人ともね、夫婦だから全然理解できるし、逆にそういうお互いの国のなんか文化を勉強するのは楽しいんじゃない？楽しい、ね、そんな感じで。そう、すごいおもろいですよ、それは。やってます。はい、はい、次、家族の反対はあったのか、あればどう説得しましたか？せーの、なし。なんかなかったね。 なかったです。次、どうやって出会いましたか？出会いはどこだったんですか？はい、せーの、ミョンド。やっぱりね、皆さん言ったやん、俺。会社っていうか職場が一緒だったので、職場でゆかちゃんが引っかかりました。え、今度じゃあ出会いの動画をもう一回撮ろうか、もう一回撮ろうかなと思います。はい、でもいいす、ね、出会いは韓国のミョンドンで同じ職場ででした。はい、せーの。次、韓国の男の子は、はい、韓国の男の子、大学生は日本の女の子とカップルになりたいと思ってますか？いや、もちろん、もちもち、もちもめっちゃなりたい。もうお願いします、もう一回お願いします。何それ、なんか戻ろうとしてる。なりたい、めっちゃなりたい。もうなんで、何がそんな、なんか日本人とかって何がそんなあれなの？日本人の印象がすごいの今。すごいよく言われるのは、なんか日本人女性って結構家庭的っていうイメージがあるみたいで、まあ綺麗好きで家庭的で、まあ、いい奥さんになりそうみたいな、なんかざっくり言うとなんかそういうこうイメージがあるみたいです。ただもちろんね、人によるし、韓国の女性もそんな人たくさんいるから、ただそういうイメージはあるみたいです。はい、はい、次、韓国男性の連絡頻度が高いイメージが強いですが、そうで
なかなか最近はね、うん、ないんですね、うん、すごい訓練されて、なんていうか韓国は絶対早くやらなかったらすごいなんか気にしてないって感じ、気にしてなんか好きじゃないって感じのが多いの。ただ、うん、あの連絡頻度が低い男性もいますかってことだけど、全然いるよ。あ、まあいるっちゃいるけどね。そう、いるいる。全体的には日本よりも連絡頻度は高いと思うのね、うんうんうん、男性も女性も。そう、でも中にはやっぱり人だから、本当にあんまり LINE とか家族好きじゃないって人もいるから、全然いるよね。まあいるんだけど、うん、ただ全体的には早いです。次、まあ、日本人女性のことをどう思ってる人が多いんですか。ちょっとさっきの質問とちょっと被ってるね。どう思ってる。じゃ日本人女性って聞いたらどういうイメージ、はい、いやもう喋り方も可愛いし、うん、ちっちゃいやつでもすごい幸せになる、そういうのが多いのね。すごいそれも嬉しいし、逆に見てる私から見てるのもすごいいいし、リアクションもいいし、笑うのもすごいすごい笑ってくれるの最近ね。なんか一緒にいて、あ、幸せだねって思う感じのがやっぱ大きいかな。별빛이내린다ポイント、トロントロントロン、大きい。せーの。次、やっぱり顔が可愛くないと恋愛対象として見てもらうことは難しいですか。はい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 、ですね、どれぐらい一応写真を見てもらえますか。ね、でもね、すごい魅力をだ自分が、まあ、そんなに可愛くもない私、はい、でもなんか1個ぐらいなんか何個ぐらい魅力あるじゃん、うん、それを出したらいいの。そう、出して見てくださ韓国でもよく言うじゃん、その可愛くても魅力がなかったらそう、なんか嫌だっていうから、あるある最近はなんていうのかな、本当に可愛い可愛くないってあんまり初対面でちょっとタイプかタイプじゃないかぐらいのレベルの話だと思うから、違うんかい。でもそうなの、だから魅力がなかったら結局飽きちゃう、違うんかい。次、お休みって必ず言わないといけないの。彼に寝落ちを連続でしたら怒られました。怒られたらしい。いや、まあこれね、絶対若いですよね、多分。お休み言わなくて怒るってどういうこと。いや、でもね、これは人によると思うけどね。でも怒ったらね、すごいね、おはよう忘れたら大変じゃんね。それはちょっと、あの男がすごいあなたのことをすごい好きで、うん、なんか本当に好きだったら、例えばお休み言わないで寝ちゃった日って疲れてる日ってことじゃん。そう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 。だから、あ、なんかこんな疲れてるんだねってなるじゃん、なんか休んでって。だからまあそれぐらい怒るんだったら、まあ、ちょっとよくわかりません、ね、寝る前に、あ、ちょっと私疲れたから先に寝るねとか送ったらそれで、うん、あ、そういうこと。ねえねえ、そうだね。ファイティン。次、外出先でも普通にイチャイチャしてイチャイチャしてきますか、その男性が。イチャイチャこうやってうーんとか、うん、そうそう、うーんとか、いやいや、もうしたい、なんかもう、うーんとか。したいやろ、せんやろ。全然しないしないしない。いや、するするする、たまにするじゃん、こうやってうーんとかするじゃん。でも人いる前ではもうしない。いや、そんな人、そのこの前にいてもうしません。でもなんか外でなんかたまにゆかちゃん触りたいとか、うん、注意したいのはあって、そうだね、普通にこうやってうーん、こういうのは全然あるよ。でも韓国は全然大丈夫って感じ、うん、はい。次、デートにはどんなところに行きますか。あの、うん、韓国の代表的なデートって言ったら、まず映画館。映画館、美味しいご飯とか、美味しいご飯、綺麗コーヒーショップ、カフェ、そう、うんうんうん、となんか最近なんか、ね、香水とか作ったり、一緒に2人だけの体験系、うん、体験系、なんか指輪もうちらが作って、はいはいはい、うちらだけ人生で1個しかないっていうやつとか、うんうんうん、ソウルで住んでる感じにしてたら、うんうん、チェジュとか、うんうん、チェジュのパコホームとか、うんうん、くるくるくるあ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 る、うんうん、とかじゃないんですか。はい、はい、次、日韓カップルさんはどのくらいの頻度で会っているか知りたいです。しかもうちらは職場が一緒だったので、そう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 、あの毎日会ってはいたんですよ、うんうん、なのでどういう仕事でどういう職種にもよるかも。そのお互い会社員で、うんうん、月から金まで働いててだったら多分土日 の, そうそうそう、その週末デートだと思うから。次、計算はどうにしてますか。例えば割り勘なのかとか、例えば今回私が払った次はあなたみたいな感じなのかとか、
結婚した後かな、これ。これね、多分デートだから、うん、カップルだね。カップルだったら、私は、うん、私が払いたいの気持ちが多いから、うん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 、例えば、10を、だから100にして、はいはい、80は私が払えて、うんうんうん、ゆかが120ぐらい払ったら、まあ一応好きな時はすごい私が出せたしたい、うんうんうん、の気持ちがやっぱ韓国人は強いと思う。なんかこうやってあげたい、してあげたい、うん、してあげたい。でもなんかだからご飯は私が払ってゆかはコーヒーおごるとか。そう、コーヒーの方が高かったりする、うん、そう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 。バレた、バレた。皆さん気をつけてくださいね。私がご飯払うからね、コーヒー後でか、コーヒーでええやん。そうだから、コーヒーでええやん、コーヒーでええやん。やだ、そうだ、それでやって、私ケーキ頼んで。どんな時喧嘩をしますか、どうやって仲直りしますか。最後1個2個残った時にすごい喧嘩します。子供まあそれはこれは冗談って感じだけど、そうそう、これは喧嘩しないけど、あ、喧嘩するの分かった。何？お互い仕事で忙しくて敏感になってる時。あ、そうだね、うん、仕事絡みでなんかちょっとこうイライラしてる時にお互いのイライラをぶつけると喧嘩するかも、うちらは。はい、はい、次これラストです。はい、16個目。記念日って本当にたくさん祝うの？失敗したエピソードありますか？その韓国の日韓カップルとか韓国カップルのイメージだとすごいなんか絶対やる、ペペロデーなんか、なんだっけ、バレンタインデー、ホワイトデー、なんか付き合って何日とか、何日、100、めっちゃあります。そうみたいなんだけど、でも私たちはそういう付き合い方はしなかったのね。ねえ、なんかうちらは、うん、なんか忙しかったし、そう、結局毎日会ってたし、なんか、まあ、たまにっていうか誕生日と、あと、まあ、結婚してからは結婚記念日かはちゃんと、まあ、祝うっていうか、なんかどっか行ったりとかするようにはしてて、だから他の記念をなしにしてそのお金を切符して、うん、そうそうそう、だから他ので旅行行くとか、うんうん、それを3つに分けて、ゆかの誕生日、私の誕生日、結婚の記念 日、これ3つは完璧になんかやる感じ、うん、そうっていう風に私たちはしてます、うん、なので、はい、ただ他のカップルは祝うかも、あの何日記念とかやるかも、絶対やる、うん、うちの周りの友達はねやってるよね、もう毎回1個もねしてさ、うん、それも大変だって思うよね。で、はい、私たちの失敗したエピソード、あー、俺は、はい、私1個ある。よくあの誕生日の時だけど、うんうん、すごい用意して、うんうん、なんか釜山いたのね、うんうんうん、でその時すごい電気が悪いって、うん、警報みたいにはなんか1週間前見たの、うんうん、だからうわどうしよう、でその日になったら本当になんか悪そうになってんの、台風だった、そう台風で、うん、どうしようと思って全部検査したの、一応なんかいろんなを予約したけど、うん、検査したけどなんかいきなり良くなってさ、ただ全体的にはすごいいい誕生日だったんだよ、うん、動画もあるけど、だからただその時にすんちゃんがハラハラして一人で大変だったってことだよね。そうそう、ゆかはなんか笑ってってこうやってやって、何すんちゃん、何何何今日、何今から何とか何何はい、はい、それでは今日はこんな感じの日韓カップルとか日韓夫婦に聞きたいことリスト、そうなんだ、はい、りました。はい、なんで日本の女の子がねこう気になっていることっていうのをちょっとクリアにできたかなと思って、はい、嬉しいですね。はい、まあ、また後々チャンネル登録者が5万人になったら1回 Q&A やろうかなと思うので、皆さんもチャンネル登録忘れずにお願いします。はい、はい、それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタグラムとツイッターのフォローとチャンネル登録もお願いします。お願いします。それでは次の動画で会いましょう。バイバイ。アンニョン。